です。はい。すごい怖い顔だよね。ありがとうございます。はい、輸入の花と国産の花との品質の違いの話だよ。その持ちか、あの、なんか長持ての仕方とか、うん、とかっていうような話があってて、その果物が美味しいとかね、国産のね、っていう、それとか国産の牛肉が美味しいとか、そういうことについては割とその認知が広がってきてるんだけど、その日本の国産の花がすごくいい品質だよねっていうことについては誰も言わないよねっていう話だった。うん、だからもっとなんか言えばいいの、別に外国産悪いっていう必要はないんだけど、そのなんで、そのなんで国産なんだ、なんでこの地域産の花なのかっていうことについては理由があるっていうことを言わないといけない、まあ、それは生産サイドもそうなんで、僕が話したのは花屋さんだったので、やっぱり花を売る側もつまりまあ束にして安い花っていうのも、まあ、そこは一つの売れ筋なんで、それを無視するわけにはいかないんだけれども、その一本一本の持ってる力みたいなやつとかもね、きちんとお客さんに分かって、手に取って買ってもらうようなことをしていかないと、もう産地が、まあね、維持できていけないので、そうなると結局いい花が手に入らなくなるから、花屋も困るけどお客さんも困る、まあ、そんなような感じにしても何にしても安くて業務用でいいやつは輸入の肉で対応して、でもやっぱりこれはですねってこう語りたくなるようなものはやっぱ産地と場合によっては生産者付きでやってるじゃないですか。でそういったものを、だからだんだんみんな関心が出てきてる、いい時代になってるのかもしれないですよね。花や何年一緒やるもんっていうことじゃないようにですね、なっていけばいいなと。まあ、地元の花をですね、やっぱり小学生あたり、ずっとこれは以前からやってたんですけども、ちょっと規模を拡大してですね、やっぱり佐賀県にはこんな花があるよというのを小学生たちにも教えて、その花の地産地消じゃないんですけども、そういう形でもですね、ちょっと進めていきたいなということで。なんかやっぱりなぜいいのかっていうことの説明ができないといけないと思いますね。はい、あるよっていうだけじゃなくて、いいものがあるよって、なぜいいのかとか、実際に他のとこう並べて比べてみて、うん、じゃあこういう両方を入れてみてって、スタート3日経ってどうなったのか、もうそれだけでよかけんとかさ、なんかそういうふうなところで、やっぱ分かってもらうとか、やっぱ将来のお客様になる人が小さい頃からそのあるよっていうところで終わるんじゃ、まあ、それも大事なんですよね。知らないよりはあるよでいいんですけど、あるよからプラス含めてよかよって言ってほしかわけでしょ、っていうところまでやっぱり行っていかんといかんなと思いました。だから皆さんたちがプロなので、プロの人をいっぱい知ってる見分け方なんですよ、ね、なんか使い方もいろいろありますよね。そういうのを伝えていくと、特に子どもたちなんか喜んでもらうっていうことが、まあ、授業だとはいえですね、こういう気持ちになるのかっていうのと、うん、例えば何々さんにお花を贈るっていうことでテーマにして、じゃあお花を選んでみましょうっていう時に、何々ちゃんはいつもなんか紫のものとかが好きなのでその色を入れてみましたとかね、なんかいつも明るくて元気なのでなんかひまわりみたいなそういうものにしましたとか、なんかそういう感じでお花を選ぶとか贈って相手が喜ぶっていうことを味わってもらうっていうようなことをすると、まあ、また面白いのかなっていうふうに思いますよね。そういういろんなことをやってみたいです、ね、こういう晴れの日、毛の日、両方でですね、花をみんなが楽しむようにこれからもしっかり、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。